<music> こんにちは株式会社モフィリアの天谷聡と申します本日は我々の独自の指静脈認証技術でありますモフィリアを使ったデモをご覧いただきたいと思いますデモの構成は大きく分けて2つあります1つは技術的な原理デモで それによってどんな形で静脈の認証っていうことができているのかとそれがモフィリアだといかに早く簡単にできるかというところをご体験ご納得いただくものと2番目はじゃあそういうそのモフィリアの技術というのが想定される現場でですねどのような形で使われそれがお客様にとって非常に簡単便利でしかも安心安全なところが保証されるかと。 いうのをぜひご紹介したいと思いますのでご体験いただきたいと思いますよろしくお願い致しますはいではまず最初にのデモなんですけれども技術的な原理のデモンをご紹介したいと思いますそれに使うのがこのちょっと奇妙な置き台というここの部分はですねもうすでにあの弊社で販売しております USB に接続する指静脈認証のユニット FVA-U2SX というものなんですけどそれが組み込まれていますそれでその下の部分にちょっとこういう生の基板みたいのがついてますがこれはですねこれを使って指の静脈認証を写すときにどんな画像が実際に撮られているのかというのを えー、コンピューターの画面とかプロジェクターに出して実際にあのご覧になれるというようなための基板ですねをあの特殊に付けてますので普段はこういうもの全然ないんですけどそうすると静脈認証の実際の画像とかが分かりませんので今日は特別にそういうのが見れるような仕掛けをしておりますそれではあのこれから実際にやっていただきますのでどうぞあのお楽しみください でまず最初のデモをご覧いただきますが、最初からちょっと分かりづらい画面が出てきたので簡単にあの何がどうなっているのかだけご紹介します。一番左の上側はですね、そこにあの、えー、静脈というか指の静脈の生画像が出ます。で生画像のところにあの えっとビデオだとあの分かりにくいかもしれないですけど、えー、中にですね黒く、えー、静脈の影というかそれが映りますでそれをパターン化したものが、えー、隣に出てきますでそのパターン化したものをですね今度は登録すると、えー、右側に今3つ画面がありますがそこにですね登録されたある指のパターンとして3つ出てきます。これ3つもですね ちょっと取る角度を変えることによって、えー、顔で言うと正面ちょっと右からちょっと左からみたいな感じで同じ指の静脈のパターンなんですけど3つ登録しておきます。で今度はそれにそれが登録されたものに対してですね今置こうとしている指が正しいかどうかというのを、えー、瞬時に分判別してですね正しい場合は右下にですね どののぐらいい速さででで判別ききたかっていう数字がミリセックで出てきますだ例えば10と出たらですね1000分の10秒0.01秒で判別できたところですねで逆にあのどうも認証して合わないようだと登録した指と違うようだっていう時はずーっとハテナが出ててですねいくらいくらだっても合わないとそれが、えー、例えば え中指の隣の人差し指だら合うだろうと思って人差し指を置いてもパターンは違うのでいくら置いても合わないですしえ双子の人のを置いてもダメですし同じ人差し指だからというので右手じゃなくて左手のを置いてもダメとそういうのが分かるようなデモでございますではやってみましょうまずは登録ですねえ指をまっすぐに置いてくださいというので置きますとえもう2つ あの右側の方にパターンが出てきましたです、ね、これはですから瞬時に、えー、この今で言うと右手の人さし指の静脈のパターンを静脈をパターン化して、えー、登録作業に入っているということですね。でもう一枚今登録しようとしているので、えー、今まで登録したパターンとちょっと違う角度から、えー、入れてほしいということでやっていますね。はい はい、じゃあ登録できましたですねでは置いていただきましょうはいあの今ご覧になるように例えば今だと 9, 9点何とかとか10点何とかって出てるのは認証 OK っていうので、えー、瞬時に登録された指と同じですよというのが出てますで、えー、ちょっと違う指を置いていただくとえー、いくら置いても認証中っていうことで今置いてある指の パターンと登録されたパターンがこれ緑色と赤の色の差なんですけど差があまりにも大きいのでこれは正しい指ではありませんということでいくら置いても駄目というデモですね。